はい、こんにちは、テニスライズの河合です。今回は、ストローク、フォアハンドストロークでの、サイドスピンの応用としてですね、速くて低い球のランニングショットで、サイドスピンをかけてボールをコートに収めるという、ちょっと高度なテクニックを、紹介したいと思います。サイドスピンをかけるショットというのは、低いボールに対してはインサイドアウトで、振りに行ってカーブの回転ですねをかけるという動画を紹介したかと思いますけれども、それを今回は、走る中でやるということですね。走る中でインサイドアウトに振っていってボールにカーブの回転をかけてコートに収めるという打ち方を紹介したいと思います。はい、でポイントとしては、走るタイミング、ボールに対して合わせていく足のタイミングが重要になります。これは走っていく中でも、必ずボールに足が合わないと、振り出しができないので、ボールに対して最後走っていって右足で一回待って左足の踏み出しと腕の振り出しを合わせるというタイミングが重要になってきます。これが足がついてしまってから振り出そうとすると体がかぶりやすくなってきてしまって、ネットをしやすくなってしまいますので、必ずタイミング的には足を一回後ろ足で決めてあげて振り出しと足の踏み出しを合わせる、このタイミングをしっかりとイメージしてあげてください。はい、もう一つは、必ずサイドスピンをかけるわけですからインサイドアウトに振ることですね。インサイドアウトに振り出していって、イメージとしてはやはり相手の球が速くて低いボールを想定してますから、前に振ってしまうとやはり飛んでしまいますので横ですね、横上に振り上げるということが必要になります。でもう一つはやはり肘を畳んであげればそれだけヘッドスピードが上がりますので、そこの肘をちょっとうまく畳んであげるという打ち方が、重要になります。もう一つは前にもインサイドって言いましたけども、面がやはり被らないことですね。こういうふうに肘が上がって面が被ってしまうと下に行ってしまいますので、打ちたい方に必ず面を残してあげる。なのでこの方向ですね、この方向、外上にこの方向で振り上げることが、面をずっと相手に向けながら振り切れるように練習をしていきましょう。はい、お願いします。